こんにちは、ウプ主代理のキズナあかりです。今回も10月23日の不妊ガスをお送りします。今回はタイトルにもあるように久々の大先輩会です。たまにとんでもないミスをやらかすんですよね、この人。はい、役職はクリーナーですね。死体を消すことができます。まずはバイタルに走りましょう。おや、二人死にましたね。上にねえ、水色がいた。シャワー室に。多分犬宮さんだと思うんですけど、転がってました。メインホール脇はシルシラさんと誰だっけ？あの私ね、死体の現場を見てます。確か、水色が上に行ってたと思う。水色といえばナギオさん。私は貨物室ですよ。もしかして私か？ナギオさんかノエゾウさんじゃない？水色だったと思うんだけど、服は着てなかったと思うんだ。じゃあノエゾウさんかな？ちょっと待って、ナギオさんって、ペットは連れてたっけ？いえ、連れてないです。あの、一つ目のペット連れてるの、誰だっけ？私はね、アーカイブで生まれて、右上のタスクやって、ラウンジ方面に行った時に、アーカイブからペットだけ見えたんだ。青色は絶対に青色だよ。そういえばニコライさんはアーカイブ生まれでしたよね。アーカイブ生まれですね。ペットってニコライさんのだったのかな？ペットは一つ目じゃなくて UFO だよ。じゃあ誰なんだろう、あのペット。あの、キルゲンバ周辺にたくさん人がいたんで、犬宮さんはラバーズの相方だったって可能性はないですかね。バイタル見てたんですけど、同時のキルではないので、ラバーズではないです。なら大丈夫です。くそー、水色だったと思うんだけどな。一体誰なんだ、あのペットは。ニコライさんがやったのかな？招集の時にちょうど死体見つけてます。エンジンルームです。私が一度緊急タスクを直そうとエンジンルームは通ってるんですが、その時は死体はなかったんですよね。てか、最初のキルってもっと詰められませんかね？どっちのキルも詰められそうですよね。今回の皆さんの最終位置は？最終位置、右側は結構いましたよ。ノエゾウさんは上に行ったんだよな。私は上のミーティングルームに行って、ナノさんとナリスさんとシルシラさんが来たかな。一応私はミーティングにはいます。ナリスさんは宿舎前通路から下に行って、すぐ引き返してきた感じがする。シルシラさんが昇降機の左を直していたので、右に行こうとしたら直ったんで引き返しました。確かにそこでキルしているようにも見えるのかなとは思います。しかしエンジンルームか、いろんな方向に逃げられるからな。ニコライさんは浮いてますね。キッチンなので浮いてますね。反抗可能ではありますね。最初アーカイブにいたのに？そこから一気にキッチンまで走っていきました。ああ、釣りましょうか。昇降機が鳴ったので、死体を探しに行きました。そこで殺しているなら、私はナノさんとすれ違ってるはずです。ベントでキッチンまで行ったんでしょ？なんてことだ、ニコライ隊長が釣られてしまった。私も頑張らないと。とは言っても、誰とも会わなければキルもできないわけでして、キッチンを選びましたが、誰もいないようです。おや、ベントが青く光りましたね。エンジニアがこのベントに入っているということですね。それにしても、誰も来ないな。結局誰も来ないまま会議を迎えてしまった。最初のキルを詰めようと思って招集したのですが、ナノさんを見た人とかいますか？メインホールの暗室に入って出ていくのはこちら確認していますね。ナリスさんがベント移動していたんですけど、エンジニアですか？はい、ベント移動しました。やばいな、そろそろ誰かを釣っておきたい。ニコライさん釣ったじゃないですか。あ、ごめん、そうだったわ。浮いているのはシャワー室のシルシラさんとイワシさんの展望デッキ。そしてアーカイブからシャワー室を通るシルシラさんを見て、それからまたシルシラさんを見かけたんですね。シルシラさんがモーフィングされていると思います。え、そうなの？浮いているイワシさんを釣りたいと思うんですけど。待って待って、展望デッキにいた時にベントが青く光ってたからエンジニアが見てるはずでしょ。あ、じゃあスキップに一旦入れますか。ベントが青く光って見えるのはインポスターだけでしょ。え、おいおいおい、視点漏れだぞ。さあ私を釣れ。くそ、
さ、あれってクルーからだと見えないの？見えないです。私もすごく自然に納得してしまったけど、クルーからは見えませんね。失礼いたしました。イワシさん、仲間を言え。仲間を言えば今なら許してあげようじゃないか。仲間はねえ、犬宮さんだよ。犬宮さん死んでるやんけ。イワシさん、そのまま浮き材でよかったのに。今までいっぱい確認したのに知らなかったの？そしてナリスさんはエンジニアですよね。イワシさんを確実に釣れる状態だった今回でリペア使わなかったのはなんでかなって。じゃあ次に停電以外のタスクが発動したら直してくださいね。了解です。じゃあみんなバイバイ。私は新しいことを一つ学びました。どうする犬宮さん、もうナリスさんを楽にしてあげる？え、私関係ないんで。で、この時の盤面がこう。もう人外がナリスさんしか残っていないのである。ノエゾウさんは回線落ちした。さよなら、ナリスさん。昇降機の緊急タスクを発動した。もう辛かろう、楽にしてあげるよ。いやー、もう、本当に後で私のことを慰めてほしいわ。え、終わり？終わったー。ごめんなさい。ごめんね。初手キルされたジャッカルかわいそうだな。私、ナノさんにベント入るところ見られて、でナノさんもベント使ってるんですよ。だからやばいと思ってキルしてエンジニア語りしたんです。もう最後はね、楽にしてあげようと思って。辛かった、本当に辛かったよ。ということで、私の中でもトップクラスに頑張ってしまった回でした。これまでとても調子が良かったので調子に乗りましたな。そんなところで今回はここまでです。よかったらいいねをお願いします。ではでは、 See you。